ユーチラ鋳造所はカービのベンカラーティ村に存在する1881年に設立されたフィンランド国内において現存する最も古いベル鋳造所である。また隣接する鋳造博物館はかつての鋳造施設であり伝統的な砂型鋳造の展示を行う博物館としては北欧諸国の中で唯一である。ユーチラ鋳造所は 銅と真鍮を鋳造する場として設立された。一度の鋳造で最大5 0 0ラムの金属製品を鋳造することができる設備を持っている。設立初期において数種類のベルトニューバチが主要な生産品であった。完成品はカレリア地方のビボルグ、ソルタバラまで運ばれ販売された。また、 製品の中にはサンクトペテルブルクまで運ばれるものもあった。1940年代には5人の作業員が当時働いており多数の学校のベルを鋳造していた。1960年代には後の1980年代、1990年代に主要な製品となる教会のベルを作成し始めた。現在、ーチラ鋳造所において 年間6口の境界ベルが鋳造されている。建物については、設立から100年余りは旧式の工場だったが、1982年に現在のレンガ作りによる工場となった。現在はエルヤスユーティラインン氏によって砂型鋳造の伝統が保たれている状況である。鋳造作業員と技術は、ユアンコスキ鉄工商より彼の祖父のおじより、ユーチラ農場に伝えられ、 この年より、ユーチラ鋳造所は稼働している。エルヤス氏は3世代前の職人であり、鋳造所において40年以上製品を作り続けている。彼は1975年にフィニッシュステートアワードオブインダストリアルアーツを受賞している。多くの種類のベル、食材、レリーフ、墓石に据え付ける十字架、商用の贈呈品などを作成している。 フィンランド国内において、ユーチラ鋳造書製のベルが使われている教会は、以下の通りである。ハルトラ聖堂、パイアトイコールハーメ県、コンティオラハティ聖堂、北カルヤラ県ロシアのコルト市地方にある教会にも、ユーチラ鋳造書製の金が据え付けられている。また輸出先としては、ボリビア、オーストラリア、ケニア、ナミビア、セネガル、タンザニア、ウルグアイも挙げられる。 2004年には伝統的な鋳造技術の保護を目的として鋳造博物館が設立された。展示品はフィニッシュナショナルボード・オブ・アンティキティスの専門的な助言を受け2000点近くの展示品が鋳造賞より選ばれている。旧施設は広場を挟んで反対側に移設され、特に鋳造技術における砂型鋳造について紹介されている。夏季のみ営業している。 ありがとうございます。